皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。関連画像写真を拡大、パパ活として年上男性と会ったのにお金を払ってもらえなかった。そんなお悩みの相談が 弁護士ドットコムに寄せられてい相談者の女性は、一回五万円、銀行振り込みしますという申し出を受けて、パパと会ったそうですが、お金が振り込まれなかったそうです。振り込んで、振り込む義務はないと男性に言われてしまったが、これは、詐欺ではないでしょうか相談者男性の行為は詐欺に当たるのでしょうか かんばやしみき弁護士に男性の行為は詐欺罪に当たるのでしょうか。パパ活の合意が民事上有効な場合、男性の行為は捧切り特罪、刑法246条2項に当たる可能性があります。詐欺利特罪。人を欺いて財産上不法の利益を得る行為を言います。 サギり特罪が成立した10年以下の懲役が課されますパパカツの合意が民事上無効な場合はどうでしょうかパパカツの合意が民事上無効な場合でも男性サギり特罪が成立する可能性は否定できませんパパカツが肉体関係を伴うような場合にはパパカツの合意は 公助領族に反するものとして民事上無効となる可能性があります。民法90条民事上無効な場合には支払い請求権が認められません。このように民事上支払い請求権の認められない場合において、欺く行為によってその支払いを免れるケースについて裁判所の判断は 分かれています。詐欺利得罪の成立を認める裁判例と、詐欺利得罪の成立を否定する裁判例の双方があり、詐欺利得罪が成立する可能性は一概に否定できませんパパ活の行為が民事上無効な場合について、詳しく教えてください。契約自由の原則のもと。 契約をするかしないか。2、誰と契約をするか。3、どのような内容の契約をするか。4、どのような方法で契約をするかは原則として当事者が自由に決めることができます。ですが、契約自由の原則にも一定の例外があり、その一つとして契約が公序良俗に違反するような合意 民法90条によって無効となります今回の相談者のケースはどうでしょうか。相談者のパパ活が肉体関係を伴うものであるかは明らかではありませんが、仮に成功の対価も含めて5万円を支払うという合意であったとすれば、公助領族に違反するものとして民法90条によって 無効となる可能性が高いと行為が無効となった場合には、民事上有女性には、男性に対する5万円の支払い請求権は認められませんので、男性が5万円を支払わなかったとしても、女性はその支払いを請求することはできません。取材協力弁護士、神林美希、神林美希弁護士、 第一東京弁護士会所属、日弁連刑事弁護センター官、刑事事件、少年事件に注力しており、主として、捜査弁護、身体拘束からの早期釈放、接見、時短交渉、裁判員裁判、依存症患者の厚生支援などに携わっている、事務所名、弁護士法人ルミナス。 東京事務所事務所 ,url,https://luminous-law.com